こんにちは、ライムです。ということで皆さん、FF9 コラボ楽しんでますか？今回は何の動画かというと、チケットがいつの間にか超溜まってたんですよ。まあ、この間のミッションとかね、まあ、あと課金してたりするとね、ミッション、なんか付属アイテムとしてチケットもね、ゲットできるんです。で、ちょっとチケット関連の動画で3つ出そうと思ってて、その3つのうちの1つ目がこれなんですけど、星5確定チケット10枚あるんです今。あ、ごめん、10枚じゃない、15枚、あ、違うな、20枚あるんだ。これがまずただの星5確定チケット10枚 で、あとキャラ別だね。キャラ別で1枚ずつあるんだよね。なんで、これをね全部使ってみようと思う。そうだから、計星5武器確定チケット20枚使ってみたっていう動画です。ということでですね、早速行ってみたいなと思います。これさ、多分ねなかなかいないと思うんだよ、あの星5確定チケットをこれ10枚で引ける人。やってみるか。僕自身も初めてだね。これ10枚一気に引くの、全部これ画面が星5武器で埋まるってことでしょ。これロマンだね。これちょっと一回やってみるか。これ相当ロマン。ただこれランダムだからね。キャラ固定とかないから。これロマンあるね。だから、まあチケットだからね、星5武器確定なんで、全部確定演出で来るはずなんだよね。だから確実に、フィーバーは出るってことだね。避けるか、避けるか弾き返すかするってことだね。演出的には弾き返した方が気持ちいいんだよな。避けうどか。避けうどからの強切りだね。決められたレールなんで、今回は。今回今10連で引いたから、あと10回これを見ることになるってことだね。フィーバーを、今日は。おおすげえ、これすげえな。これちょっとごめん、一旦スクショしていい？スクショしていい？これこんな機会なかなかない。これ見れる機会もうないだろすごい、これが星5 10枚すごい。うおー、ラバーから全然覚えてないな。レッド13の武器、青ニビか？ノーザンライツ。またセフィロスだ。無名。無名。最初のあれだね。配布でもらったやつだね。ブラックライフル。だいぶイーグルとか欲しいんだよな。マイスティード。マイスティードはまだ、あれだったかも。星5持ってなかったかも。マリタイムソード、あ、違う。うわ、しょぼいな。マリタイムソード欲しいんだけど。なんか、ここまでいいやつ来てねえな。あ、出た。ダイブイーグルじゃなかった。ボルドイーグルだった。これは欲しかった。これ全然いい。これはいい。グレン。あれ、パンプキンランプポストって入ってんのかな、これ。リップトゥーユー。いらないな。またダイブイーグルだったらいいな。インパルスガン。インパルスガンって注力上がるやつだっけ？カットラスかな、これ。カットラスだね。オッケーオッケー。オッケーでもねえのか。今もう上位互換のあれが出ちゃったからな。そういえば。おお、二つレアリティアップだね。これなんだ？ラバーカラー。いらねえ。いらないオブいらないやつだね、これ。仏棒アップに LB 威力アップ。レベル上げもしないレベルでいらないな。ノーザンナイツが、ぶっこうダウンだよね。ぶっこうデバフの技と。で、ね、こちらが無名。HP アップ目的で使ってく感じかな。一応ね、魔法ダウンついてるんだけど、これまあ6突しないとちょっと使い道にならないかなっていう感じだね。で、ブラックライフルが仏鋼アップですかね。
まあそんなブックアップの倍率も高くないから使わんかな。マイスチル水属性威力アップついてるわ。あ、これ強いかもね。 HP アップと水属性威力アップついてる。これはいいわ。これは良さそう。で、アイアンブレード、うわー、いらない全体のブックオーダウン系だね。使わないな。一応サポートマテリアで風属性アビのダメージプラス 30% ついてる。まあ今もう風属性って言ったらさ、もう2人実装されてからね、セフィロスとエアリスいるからさ、そうなってくると1人ヒーラーになるからね、まあいらないかな。まあボルドイーグルは全然強い、全然 OK。 ボルドイーグルは全然オラッキー。リップトゥーユーもまあ使わないかな。これもまあゴミ武器でしょう。で、インパルス軍、あ、治癒力アップじゃなかった、風属性威力アップだね。で、サインブーストもついてる。これはいいわ。サブ武器として使っていけます。これ強い。カットラスがね、これまたアビー力アップだけど、あの仏棒ダウンがこの間出たね、名前忘れちった、あのハロウィンのやつ、ハロウィン武器のもうもはや劣化版みたいな感じになっちゃったんで、まあ微妙かな。ということで、まあまず10連してみた。これが奇跡の星5武器10連。気持ちいいね。めちゃめちゃ気持ちいい。はい、ということで、こっからね、各キャラごとの確定武器いくんで、まずクラウド。何かな、マリタイムソードだと嬉しいな。多分次回のダンジョンランキング絶対水属性弱点だから、多分ね、この流れだと水属性弱点と、あと水以外の全属性耐性持ってる敵になってそう。まあ、あるいは全属性耐性そのまま出るかだと思うんだよね、きっと。ってことはだ、マリタイムソードを強化したい。何気に今弾きウドだったな。まああとは単純にライズアビリティ目的での武器が出ればいいかなみたいな。エンハンスソードはこれなんだっけ、なんか威力アップついてたような気がする。なんだっけこれ、威力アップついてそうだよね。霊属性威力アップだ。これもいい、これもいい。全然サブ武器でね、つけていける。セフィロスとか。オッケーオッケーオッケー。今後なんか、あ、一応あれか、芝ブレードがあんのか、クラウドね。そういった時のサブにでもこいつつけられるんで、これはありがたい。はい、次バレットいきます。バレットはエネミーランチャーだな、圧倒的に。バレットエネミーランチャー出てくれるのが一番嬉しいな。このガチャこの動画すごいと思う。だから全て確定演出。めちゃキモい。チー。めちゃ気持ち。全部弾くじゃん。すごい。弾きうど気持ちいい。普通のガチャじゃ味わえない魅力。あ、ごめん。ていうか冒頭でさ、あのチケットの動画3つ出すって言ったけど、その話してなかったね。つい。マキシマムレイは微妙だった。ような気がする。そうだね、仏棒アップとクリリ威力アップ。一応これ土属性アビのダメージプラス 30% ついてんだ。あー、まあこれ装備してクエイラブローしろってことかな。そう、あのチケットがね、私300枚以上溜まってんだよね今。この星4以上確定とこの普通の星3以上で、だからこっちをねまた別動画で出そうと思ってんですよ。340連ガチャ？あ、違うの、320連ガチャか。320連ガチャ出そうと思ってるんで。たださすがにね、320連ガチャ一つの動画でやるととてつもなく長くなりそうだから、二つに分けるつもりではあるんですけど、だからその三つってことね。これ一つ目で、あと、他のね、320連ガチャ前半後編で分けようかなと思ってて。っていうやつです。今ちょうどね、FF9 コラボも金曜日まで、まあ暇というか、ただ周回することしかないので、その間にね、まあ明日かな。明日、前半後半出そうかなと思ってます。
さあ、これティファだっけ？ティファはライフガードハンドが嬉しいかな。おお、オーバーソウル。オーバーソウルってなんだっけ？オーバーソウルもね、オーバーソウルなんだっけ？あ、魔法アビリューカップ。これ地味に欲しかったやつだ。そうだ。あれに出たんだ。ウィッシュリストに入れといたやつだ、これ。ウィッシュリストではないってことで出た。これいいよね。これ強い。これめっちゃ強い。どれぐらい強いかといえば、あれと一緒だから。あの、今回の FF9 コラボのサラマンダークローの魔法版。だからこれが。そう、これウィッシュリスト入れてたんだけど、出てなかったんだよね。はい、エアリスいきます。まあ、ちょっと倍率がね、違うと思うけど、倍率っていうかポイント配分がまたちょっと変わってくると思うけど。まあ、あれは強いと思う。よかった。やっぱ、星5確定チケットでかいわ。でかい。これだけで今夜に20本の星5武器が手に入るんだから。まあ、ゴミ武器も混じってはいたけど。エアリスは、エアリス欲しいのいっぱいあるな。フェアリーテールもそうだし、サンアンブレラもそうだし、入ってんのかわかんないけど。棒？ガードロッド。棒でしたね。ただの棒。治癒力アップ、あ、でもポイント超高いな。え？これ、治癒力アップのポイント高えな。こんな高いんだ。これ、珍しいですよ。無凸の状態で、プラス32までいくの。かなり珍しい。ですね。これ高いな。サブ武器としては、優秀かも。ヒーラーの。はい。デッドサーティン。犬はね、犬は、あれだわ。あの、雷耐性ダウンのやつ。名前出てこないけど。あれ、とつりたい。あれがね、HP アップと雷属性力アップだから、クラウドのね、村雨運用するときにめっちゃ強いんですよ。なんちゃらカラー、忘れちゃったけど。あと他にもなんか属性力アップ系のやつがあったと思うんで、その辺が出てくれると。あ、これじゃね？シーサイドカラー、これじゃね？これだよやった、これだ、これがね、これ突で痛いよね。6突状態でも HP34 ポイントに属性力アップ24だからね、強いわ。そう、これはね、サブ武器として欲しい。あと、ザックスは、でもザックスもあれがあったな。風属性力アップのやつがあった気がすんな。まあ、どうせ最新の多分ハロウィンのやつは含まれてないだろうから、そう、ブラックウィスカーか、あれ。ブラックウィスカー入ってないから、まあ、ライズアビ目的だよね。ザックスは他何があったかな。あ、ファルシオン、これ風属性力アップじゃない？そうだよね、これ全然いいわ。これ全然いいわ。セフィロスに持たせられる。これは全然いい。オッケーオッケー。これいいですね。さあ、もう次セフィロスだ、ちょうど。セフィロスは結構強いの多いからな。それこそ別に霧羽でもいいしね。霧羽でもいいし、さっきのあの、風属性のやつ入ってっかわかんないけど、暗き飛翔か。暗き飛翔とかでもいいし、あと、グライレイドとか、物理攻撃力アップするやつとかね。あと、魔法と属性力アップついてる CC 合金と、まあ、そのうち雷魔法の単体のやつも多分出てくるだろうからね。いつになるかわかんないけど。
その時に多分大活躍しそうな気がするので。あー、ノーザンライツか。またか。今回2本目だね。ノーザンライツか。まあ、本当にセフィロスがこれブッコーダウンするときぐらいしか使わないかな。ライズアビリティ的には微妙です。ブッコーダウンだったら、まあ別に他キャ、他キャラでもできるからね。はい、グレン。グレンは、グレンはあれがあったな。土属性力アップ系とか。あったよね、確かね。あと、グレンもあれがあるんだ。攻撃アップと、雷属性力アップがついてるやつ。ショックバスターだったかな。ムラサメウドを最強にしたい場合には。まあ、多分入ってないけど、パンプキンランプポスト入ってたら欲しいけどね。これは、ハードコアスクワット。すごい名前ヒップホップ感あって好きなんだけど、確かこれめっちゃ弱い。めっちゃってことはないけど、まあ使い道ちょっと微妙だよね。なんかこういう意外と超ヒップホップでゴリゴリな感じするんだけど、実はただのバフっていうね。グレンバイブス。バイブス上げてこうぜっていう。そういうやつ。はい。マット。マットはいろいろあるね。ヒーリングシャワーとか。ヒーリングシャワーとか。あ、何気に初めて着替えてきたな、ここまでで。こんだけやってても確率低いね。着替えうどね。キラーホーネットは入ってねえだろうな。多分。キラーホーネット入ってたらいいんだけど。まあ、多分入ってない。普通にスリークドルクスでもいいな。スリークドルクス、全然武器としてね、アビリティとしても強いし、ライズアビリティとしても強いよね。サブ性能も高くて、かなり良いです。スリークドルクス、突入たい。スティングレイ。スティングレイってなんだ？ぶっ壊アップと耐性か。これ、魔法ダウンか。なるほど。魔法ダウンってなかなか使う機会ないんだけどね。サンアンブレラがあるとね、なかなか使う機会ないよね。はい。最後、ルティアだね。ルティアはもう、ダイブイーグルと、あ、でもあれもあんだよね。注力アップのやつ。何気に、注力アップ系のやつよく使ってるし、あと、ぶっこう、アップのやつが、なんか結構倍率高かった気がするんだよな。だいぶイーグル、なんかだいぶイーグルじゃないのかさっきから言ってるけど。技がだいぶ、なんちゃらダイブなんだよ、確かね。なんか、ね、アビリティと武器名あるからさ、頭こんがらがっちゃうね。さあ。さあ、何？あ、サーペントイーター。これ水属性力アップだったような気がする。そうだね。オッケー。これはね、よかった。これはね、ぜひ次回のダンジョンランキングに向けて強化したいなと思ってたやつだ。オッケーオッケー。全然いいっす。ありがとうございます。これなんなら6突したいよね。はい。ありがとうございます。ということで、ちょっとね、今回、星5確定チケット20枚ぶっ放しましたけど、結果こんな感じってことだね。はい。まあ、まあ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 、いいやつ結構あったな。属性力アップ系結構出たから、本命こそ出なかったもののね、まあ、マリタイムソードとかアイテム入っそもそも入ってるのか知らないけど、ラインナップに入ってるのか分かんないけど、まあ良かったんじゃないでしょうかという感じでした。あとね、20回すべて確定演出っていうのもなかなか見れない機会だと思うので、ぜひね、最初のね、10、10、
まあ、全て星5武器とかね見たくなった時にはまたこの動画開いてみてください。といったところで次回明日だね、明日の動画については320連ガチャ前半後半やろうと思ってるんで、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。